皆さんこんにちは、指揮者の石崎真彩奈です。5月3日金曜日3時から北田大ホールで札幌交響楽団の皆さんと気軽にコンサートをいたします。気軽にという言葉を聞いた時に、私自身が考える言葉といえば、楽しかったり軽いっていう音楽があるかと思うんですけれども、それだけでは今回満足しないなと思いまして、とっても力強い曲や精神的にも深い音楽を演奏いたします。またどうしても聴いてもらいたいなと思ったのが、邦人作曲家の作品です。今回は2人の作曲家、伊福部明さん、そして富山雄三先生の曲を演奏いたします。特に伊福部明さんは北海道出身で、皆さんが聴いたことが絶対はあるゴジラを演奏しますので、楽しんでいただけるかと思います。また特別ゲストに児玉隼人さん、トランペット奏者を思い返しまして、アルチュニアン作曲のトランペット協奏曲を演奏します。彼の持ち味の華やかな音色にぴったりの曲となっています。ぜひ会場で皆さんとお会いするのを楽しみにしております。どうぞお越しくださいませ。